そんな立派なものじゃないです。弟たちの世話をしてると全部があの子たち中心の世界が当たり前になって、自分なんてどこにもないみたいに。俺が今日何に一番落ち込んだかってそれなんです。同級生たちはみんな社会人になった自分の生活を謳歌してるのに、俺はって。弟たちの面倒を見なくてよかったら俺もみんなみたいに自分の人生を楽しめたのかなって考えてしまって、そんな自分が一番嫌になったんです。弟たちを育てるって決めたのは自分なのに、弟たちがいない世界だったらとか考えてしまった自分が。あら、そんなの実の母親の私だって毎日のように考えてるわよ。え？そうなんですか？そうよ。